皆さんこんにちは。株式会社高翔です。今日は高翔先輩社員の本音トークということで、仕事内容や職場環境についてざっくばらんにお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速一つ目のテーマからいきます。どんな仕事をしていますか？これは端から順番にいきましょうかじゃあ僕からいきますね。はい、入社5年目、経理部所属の北川と申します。お願いします。自分のやってる業務としては、主に経理担当の業務で、みんなの現金精算であったりとか経費精算、あとは担当している子会社の月次決算なんかを組んだりして、日々業務に勤めてます。よろしいですかね。はい、はい、新卒の島田です。よろしくお願いします。私が所属しているのはプロデュース企画部で、主に仕事内容としては海外商品の仕入れ担当と企画開発を行ってます。以上です。はい、入社4年目の森と申します。私の主な業務は SNS の投稿であったりウェブマガジンで記事の執筆をしています。よろしくお願いします。はい、プロデュース企画部販売促進課の中川幸喜です。入社1年目です。仕事内容としては、販売促進課ということで、高翔の魅力を、お客様に伝えるということで、その中で僕は、ウェブを通して、ウェブサイト、ウェブページを作ったり、その更新管理、またはその、ページの分析などを行っています。よろしくお願いいたします。はい、プロユース企画部 GLD 研究所の宇上弘樹と申します。新卒1年目です。仕事内容としては CAD ソフトを用いてパースを書いたり、あとは動画制作などにも携わらせてもらってます。で、最近では WebAR のこともやらさせてもらってます。よろしくお願いします。お願いします。次のテーマに行きます。社内の雰囲気はどうですか？実際どう？私は企画部なので、周りの方は黙々と作業されている方が多い印象です、今は。そうですね、僕も島田の席が近いんですけど、もう一番最初見た時に、あ、静かに皆さん黙々やってるなっていう印象がとっても強かったですね。そうなんやな。なんか2階のイメージってめっちゃうるさいイメージあってなんかあっちこっちでいろいろ喋ってるし、で電話も鳴ってるし、でなんかもっとみんなワイ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 やってるもんなんかと思ってたんやけど、そういうわけでもない。自席の周りは割と静かですけど、2階のフロアっていう感じで見ると、そのカスタマーで電話の対応の方いらっしゃるので、でも鳴り響いては確かにいるかもしれないですね。僕もでもプロデュース企画部で一緒なんですけど、僕だけちょっと階が1階っていうちょっと違うところで、2人が静かって、ほんまに静かかって思うぐらい、僕の1階の方が多分めちゃくちゃ静かですもうほんまにみんなこの作ることに集中してるっていう環境で、なんかすごい、なんかもうなんか周りの人から職員室って呼ばれてるぐらいそうなんよな、入りにくいんよな、ちょっとみんななんかノックしてから入ってくるんですけど、全然普通にウェルカムな状態なんですけどね。はい、人で見ると喋りかけやすいです、皆さん。静かですけど全然。飲み会とのギャップがすごくて、私最初びっくりしました、ね、みんなめっちゃ喋るやんと思って、ほんまに普段あの仕事してる人なんかなってすごい思うもんなキャラクターが変わりますもん、ほんまに。コロッと切り替えが素晴らしいということではい、次のテーマですが、高翔に入社したきっかけは何ですか？私は大学が建築系とデザインをやっていたので、やりたいことを探したときに、企画部で新卒で入れるところが珍しかったこともあったので、高翔に応募しました、初めは。で、内定いただいた中で企画部でやっぱりしたかったので、じゃあ高翔で内定もらったし、このままお願いしますってなりましたね。はい、以上です。はい、次僕ですね。僕は、元大学で、空間デザインっていうのと、あと情報について、勉強してたので、それに携われる仕事がないかなって考えた時に、その高翔さんからエクステリアっていう空間を
作っていて、なおかつ自分がその中でウェブを通して、まあ、情報というところで、まあ、関われるということで、まあ、そこで自分とそのマッチしたというかっていうので、まあ、決めさせていただいたって形ですね、はい、はい、じゃあ次僕ですね、まあ、僕も島田と一緒で、うん、建築系とあのデザイン の, あの一緒の学部でやってたんですけど、で僕も建築業界で最初就職しようと思ったんですけど、コロナ禍であの家にいるときにめちゃくちゃ高性能なパソコンをちょっと自分で買って 3D でちょっとなんかいろいろやってみたいって思ったんで、それでその 3D のパースの制作だったりとかモデリングだったりとかそういったことに興味を持って就活をやってて、でちょうどそれやりたいですって言ったらぜひやってくださいっていうふうに言っていただいたんで高橋に決めました。すごい意外と皆さん大学での経験を生かしてっていうところで、すごいね私は全然違うんですけど北川さんはどうですか？もともと自分いてたのは経済学部だったんですけど、もともと簿記 の, あの検定3級は持ってたんで、それ生かしたらいいんかなと思ってっていうので簿記2級勉強して簿記の資格取って、で経理で働きたいっていうふうにまず思って仕事探してたんですけど、だいたいそうですね、近畿圏内をだいたい受けてたけど地元が和歌山っていうのもあったんで、やっぱり和歌山で就職してかつ経理で仕事するにはやっぱり上場企業じゃないとちょっと難しいよねっていう話があったんで、うん、高商とか他の上場企業を受けてみてご縁があったんで高商に決めたっていうような感じですね。うん、すごいしっかり準備されて挑んだっていう感じですね私はあまり大学での経験とかっていう観点ではなくて、本当にプライベートを充実させるために大事ですね、はい、大事ですね就活を始めていて、でも私すごい、ま、和歌山出身なんですけど、あのとても和歌山が好きで、ま、就職もあの和歌山でしたいなっていうのをまず最初に思って始めました。であと友達が土日休みの子が多いので、まあ、土日休み絶対外せないなっていうところで、まあ、その条件に当てはまるところから高商をこう探し出したっていうような感じです。はい、正直大事ですよねプライベート大事です。とても楽しく過ごしてます今では次のテーマに行きます。入社後のギャップはありましたか？じゃあ僕から、まあ、特にギャップっていうのはあんまり感じなかったんですけど、やっぱりその仕事ってなったらある程度、まあ、なんか新卒だから仕方がないっていうのもあるかもしれないですけど、打ち合わせとかが入ってそういうので重ねていってなんかパースとか作っていくと思ってたら、まあ、なんか黙々とずっと作業してるみたいな感じになってるんで、まあ、そこはちょっとギャップはあったんですけど、まあ、これからどんどんそのカタログ制作とかそういった時期に入ってきた時に打ち合わせとかもあの関わらせていただくっていう風に聞いてるんで、ギャップっていうのはあまり感じなかったですね、はい、確かに僕もギャップはあまりそこまで感じてなくて、まあ、仕事内容については本当にほとんど自分が思ってた通りの、まあ、仕事内容だったなっていうので、まあ、面接僕多分合計で5回ぐらいしたんですけど、まあ、その中で1次面接2次面接3次面接って行く中で、まあ、その仕事内容であったりそこら辺もしっかり僕も聞けた中で向こうもしっかりと話してくれていただいてたので、まあ、そこまでギャップはないかなって感じですね。まあ、C っていうなら、まあ、その会社の中で思ってなかったことなんですけど会社の中でいろんなことをしてるなっていうイメージで、まあ、僕の販売促進課の中では動画作っている人もいれば、まあ、画像の処理している方とかカタログを作っているとか、まあ、いろんなことを分野を広げてやってるなっていうのはありますね、はい、私も企画部 で細かく言うと海外商品グループってとこにいるんですけど、関わる人の多さにギャップを感じました。企画部の中で作ったものが営業さんだったりお客様のとこに情報として届いているものだと思ってたんですけど、在庫している倉庫の方のと連絡取ったり、それこそ経理の方にも助けていただくこと多くてご相談に行ったりとか、関わる人の多さにギャップは感じました。思ってたより多かったっていう、でもすごく助かってます皆さん優しいので、うん、みんな優しいわな
うん、教えてくれるし、どうしたんって言ってくれます、うん、困ってそうな顔してたら声かけてくれるからなみんな、うん、森さんあった入社後のギャップ。そうです、ね、私も入る前にもう配属がプロユース企画部って決まってたので、こう企画部って聞くと割と花形なイメージというか、結構ドラマとかでもキラキラしてるイメージがあったんですけど、いざ入ってみるとこう割と事務的な作業が多いというか、Excel 使ったりとか、まあ、打ち合わせもありますけど、打ち合わせのためのこう準備とか資料作りとかが多かったので、あ、思ったよりキラキラじゃないなっていうギャップかなと思います。ドラマはキラキラさせますもんね。はい、そうですね。経理ってギャップ感じましたか、入った時。まあ業務自体はそんな、その予想外のものとかはあんまないんですけど、一番おーマジかと思ったんが、あの1年目の人間にこんなこと任せるんやみたいな、なんかよく言えば重要な仕事を若いうちから任せてもらえる。例えばなんですけど、この前あの経費精算システムっていうのを導入するっていう風になって、あのやり始めたんですけど、最初当初はあの何人かでやってたんですけど、最終僕一人であの最後導入までやりきるみたいなところがあったんで、あ、まあ自分としてはいい経験にもなるしスキルアップにもなっていくんで、その若いうちから結構仕事いろんなこと回してもらえて成長できるなっていうのは、高所入って一番ギャップに思ったことかなって思います。